リチャード・ベイマー、リチャード・ベイマー、リチャード・ベイマー、1939年2月21日イ、は、アメリカ合衆国出身の俳優、映画制作者、アーティストである。映画、ウエスト・サイド・物語のトニー、映画、アンネの日記のペーター、TV シリーズ、ツイン・ピークスのベン・ホーンの、それぞれの役で知られている。ベイマーの青年月日を、 1938年2月20日生まれとする資料もある。ベーマーは印刷業者の父、ジョージ・リチャード・ベーマーと母、イユーニスの間にアイオワ州アボカで生まれた。ベーマーと両親は1940年代後半にカリフォルニア州のハリウッドに引き死した。ベーマーはノース・ハリウッドハイスクールに通いながら自身での映画制作を趣味としていた。ベーマーは TV シリーズサンディ・ドリームスに出演して俳優としてのキャリアを始めた。映画会社と契約して1953年のビットリオデシーイカ監督の終着駅で映画に初出演した。主役であるジェニファー・ジョーンズの老いとしてモンゴメリー・クリフトとの共演によって注目れた。そして1953年のソービック1957年の ジョニー・トロマインに出演して、1959年のアンネの日記のペーター役で俳優として成功した。1961年の映画、ウエスト・サイド・物語のトニー役でブレイクして、ゴールデングローブ賞のをボビー・ダーリン、ウォーレン・ブエティと共に受賞した。また、1962年の映画、史上最大の作戦では、映画にとって重要な役を演じた。 2012年のインタビューでラスタンブリンはベイマーがウエストサイド物語のトニー役に満足していなかったと語っている原因の一つはベイマーがアイオア州の農場の出身でストリート感覚を持っていなかったことともう一つはナタリーウッドの態度でベイマーを下げ住んでいたということであった理由なき犯行でナタリーウッドと共にスクリーンテストを受けていたベイマーは ウエストサイド物語で共演した後もウッドに言い、態度は表さなかった。しかし後日、サンセットストリップのナイトクラブで出会った時に、ウッドの親しげな態度で、わだかまりは解消された。映画、青年に、エキストラとして出演していたシャロン・テイトと1961年に、知り合い、ベイマーは、テイトと友人同士となった。テイトに女優としての資質を感じたベイマーは、 自身のエージェント紹介し、テイトアと契約を交わした。ベイマーは1964年、俳優のキャリアを中断して、ハリウッドを離れ、夏の間にミシシッピでボランティアをして過ごした。ミシシッピでは、SNCC が主体となって6月から8月まで、後にフリーダムサマーと呼ばれる、アフリカ系アメリカ人の投票権登録のためのプロジェクトが行われていて、 1964年6月21日に3人の運動家が失踪する事件が起きていた。1964年7月16日のフリーダムデでーでベイマーはに助力しての人たちを救出した。関東で逮捕されたボランティアから没収となったレンタルトラックに乗っていた人々であった。ベイマーのエージェントは若い俳優が国の状況の悪化に対して行動することを憂慮していた。 そして、ベイマーのキャリアは、ミシシッピで終わりになると思われた。ワシントン大学の記事は、忘れてならないのは、ベイマーはその時は、大スターであって、そこから離れるのは、重大事だったということである。最近の事件に例えると、ブラッド・ピットがファーガソンに抗議に行ったようなものであると、言い表している。現在のような情報の速度がなかった時代だったので、ベイマーは、 表舞台から姿を消して行方不明になったと日本では憶測されていた時期もあった。1957年に南北戦争のシンジケートを描いた TV シリーズザ・グレイ・ゴーストに出演して1958年に西部の航空機を扱った TV シリーズ空の王者スカイ・キングに出演した。またペーパードールズでミミ・ロジャーズが演じたブレアの夫役。 スタートレックディープスペース9に前3話出演したほか多くの TV ドラマにゲスト出演していた。1990年に人気 TV シリーズとなったツインピークスでベンホーンを演じた。この役で一般的には俳優としてカムバックしたとみなされている。また、1996年に TV 映画 AFS2 第4に マシュー・シェリダン博士役で出演した。ベイマーは2017年のツイン・ピークスの第3シーズンにベンホーン役として全6話に出演した。1963年、ベイマーはニューヨークのアクターズ・スタジオに在籍していたが、1964年にミシシッピ州のフリーダム・サマーに参加した。ベイマーはボレックスのカメラをしてボランティアの人々が アフリカ系アメリカ人の選挙権登録運動に取り組む様子を撮影し、その映像を A レギュラー部系ミセシピーサマーという30分のドキュメンタリーに編集した。1974年にマンハイム・ハイデルベルク国際映画祭でジョセフ・フォンスタンバーグ賞を受賞したアバンギャルドな映画ザ・インタビューはベイマーが監督、脚本そして編集を行った作品であった。 2010年の映画ザ・パッシング・オブ・エイ・セインツはマハリシ・マヘイシュヨ要議の葬儀の際の儀式について記録したものである。そして2014年4月にデイビッド・リンチとインドへの旅行を取った映画 It's a Beautiful World がリリースされた。2007年若い俳優が自分を確認する最初の著作で半次元的な内容のインペスター お慌てパーハップンドツーリチャード・ベイマーを出版した。2007年10月30日にリリースされたツインピークスのキャストとクルーを撮影した舞台裏の写真集ディフィナティブゴールドボックスエディション4ツインピークスを出版した。また、ベイマーは画家でも彫刻家でもある。2010年現在、アイオワ州フ,ェアフィールドに住んでいて映画、執筆、彫刻、 絵画の制作を行っている。ベーマーはクールアウトのための超越瞑想を実践している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。